城山児童公園。おかしいぞ。これ古墳かね。あ、これはちょっと登れないね。どうなってんだ、これは。ここも登れませんか。あらあら。お、ここに登るわ。あら、ここもやぶなっとるわね。おかしいよ。こうね、古墳が2基ぐらいあるはずやけどね。これいけない?いやー、やぶなっとるね。ほんまや。大変なことになってる。あ、これだ。これ古墳だ。5分。石室は。石室が空いてるとすると、どちら?こっちだ。南はこっちだ。あら、何にもないね。何にもないんでございますか。これ間違いないね。縁墳でございますね。向こうにもう一機あるんや、俺。あれも縁墳かね。住宅地の真ん中にね、こんな、ね、自然林が残ってるんですよ。珍しいですね。これそうやね。あれ?これは、古墳かね。いやー。わからんな、これじゃ。やっぱり縁墳やろな。縁墳やと思うねんけど、わかりませんね、これ。どっかなんか看板ないかね。あらあら、やぶになってんね。蚊帳いっぱいだ。お腹、いや、すごいすごい。こんなになるんだね。ここにあら、ここに看板があるんだ。あら、いらっしゃるな。城山古墳1本2本か、そうか。これやっぱりこれやね、これしかやらへんね。あっこに看板あんねんけどね、この、現地には看板がないんでございます。これやな、1本2本。ここは1本、向こう2本。階段は。階段ないがね。これ上がるか。この方がまだ上がりやすいか。どこから行くんだ。こっちが開かれてた。あ、見てきた。こうなんだ。こうやって見ると、英語が二つかな。それとも、あの向こうに前方後円墳があるということは、前方後円墳とすると、ちょっと違うかな。ホタテ以外だと。可能性あるね。これ後で調べてみよう。ね、可能性がある。
これはやっぱ英語やね、いかにね。どうだ？ここから見ると豊富に見えるけど。上から見ないとわかんないね。やっぱり英語やな。はい、英語でございます。どんな角度から見て英語でございます。二神山、正面に。これ二神山、見えんか。どうやって見えるかね。はい。はい、ありがとうございました。直りましょうか。そこがね、そこは行けるかね。これ降りるか。いやー、やめてください。これは無理だな。この辺はね、奈良やから、ね、マムシがいっぱいおりますね。やっぱりね、反対から降りましょう。いや、まだこれか。ここでもやぶやぶ、まだなんとかね、降りれる。こんなとこね、海があるけどね、もう上やぶになってるから、どうしようもないんでございます。この上に幹だけはね、なんとなくここもわかりますね。はい、ありがとうございました。別所城山古墳1号墳2号墳でございました。ありがとうございました。後で調べますね。